しが降り注ぐためなんですね。各地の気温がこちらです。東京も今日よりさらに気温が上がるんですね。はい、そうですね。そして福島や前橋、甲府は土日とも30度以上の予想です。晴れますのでね、お出かけを考えている方も多いと思いますが、熱中症十分に気をつけてください。そしてもう一つ注意が必要なのが紫外線です。全国的に赤の極めて強いレベルが目立ちますよね。こんなに強いんですね。そうなんです。今日桜が満開になった盛岡もお花見には紫外線対策が必要ですね。そうですか。土日は外で長く過ごすっていう人もいますよね。そうですよね。ですのでお出かけには日傘や帽子お持ちください。では各地の明日の天気を見ていきます。まずは沖縄から西日本です。乾燥した晴れが続くでしょう。沖縄は雷雨のところがある予想です。東日本です。朝晩は上着が必要ですが、日中は半袖の